予算線。予算線は、瀬戸内海と上海に沿って、香川県高松市の高松駅から、愛媛県松山市の松山駅を経て、愛媛県宇和島市の宇和島駅に至る、四国旅客鉄道、JR 四国の鉄道路線、幹線レア。このほか愛媛県内の向原駅から、内子駅までと、新谷駅から伊予大洲駅までの支線を持つ。この二つの支線は、内子駅から、 新谷駅までの内湖線を経由してつながっており、向原駅、養津駅間を結ぶ短絡ルートを形成している。日本国有鉄道、国鉄時代は予算本線と呼ばれていたが、民営化後の1988年に JR 四国は線路名称を改正し予算線に改称した。瀬戸大橋の開通後、本州、四国間連絡を担う区間の一部である。 高松駅、栄田駅、宇多津駅間には、本市美村線、宇野線と共に、瀬戸大橋線という愛称が付けられている。また、2014年3月15日から、伊予市駅、伊予大須駅間の海回り区間に、愛ある、伊予灘線の愛称が付されている。なお、旅客向けの時刻表や、鉄道要欄では、内子経由の短絡ルートの分岐点を、伊予大須駅としているが、 実際の分岐点は、五郎駅伊予須駅間にある伊予、若宮信号場である。ここでは便宜場、時刻表や、鉄道要欄に並らん伊予須駅を分岐点として記述する。四国の瀬戸内海沿いを走り、香川県の西部と愛媛県を縦貫する路線である。JR 四国の路線では、最長の距離を持つ。高松駅松山駅間は、 JR の前身である国鉄の時代から四国の重要幹線として位置づけられ、早くから一線するかや RC 遠隔操作かでスピードアップに取り組んでいた。さらに1986年、向原駅伊予須駅間について内子経由の新線が完成し、これまで伊予灘に面した伊予長浜経由の従来線で運転されていた特急急行列車は、 内子線を含めた内子駅経由の短絡ルートに変更され所要時間が短縮された。民営化後も高松駅から伊予市駅までの電化による電車の投入や重機乗化、未改良だった駅構内の一線スルー化、断線分岐機化により高速化が図られ、単線区間を運転する列車の表低速度は日本でもトップレベルである。内子駅経由の新線の開通は、 従来線でしばしば起こった台風上陸などによる運転見合わせから解放されたという点でも重要である。2005年夏に相当な豪雨のため、並行する松山自動車道や国道56号、長浜経由の急線と、並行する国道378号がすべて普通になった時もこの路線だけ普通とならなかった。しかし依然として、八和浜駅宇和島駅間は、 総じて急線と同じくらいかそれ以上に険しい道のりであり、2006年夏に、八幡浜駅総岩駅間で倒木に上り、特急列車の先頭車が接触し損傷してからは、急線が運転見合わせになった場合、ほぼそれに合わせて徐行、または運転見合わせをするようになった。近代的な線路と、裏腹に、通標閉塞時代の面影を残す駅が多い。 伊予ウソ駅、宇和島駅間の交換駅は、総岩駅、伊予岩木駅以外 Y 字ポイントで一線スリー化されて、おらず、特急停車駅でない駅のホーム化さも低く当時を忍ばせている。JR 四国は2006年に、国土交通省交通政策審議会、交通体系分科会の地域公共交通部会に、提出した資料で、長期的に臨まれる投資として、 伊予市駅内子駅上島駅間の電化と高輪半島の付け根を欠与最上駅松山駅間の短絡線建設を挙げている。高松駅多度津駅間は IC 乗車券四国愛子化の広島、岡山、香川エリア、香川地区に含まれている。キロポストは新線経由も内子線区間も含め高松駅からの距離の表示となっている。 予算線の沿線には日本百名城にも選定されている城が多く、内丸亀、松山、宇和島の山城には現存天守がある。予算選手初駅は高松駅。本州四国連絡橋ができるまでは、右行連絡線が高松城、別名玉も城の月見櫓を横に見て入港した。丸亀城天守は丸亀駅南側の石垣で覆われた亀山山城。 標高66メートルにあり、車窓からも見える。高松から、しばらく住宅地と、田園風景の入り混じる中を走り、境出駅、宇多津駅間では、瀬戸大橋を見ることができる。特に、宇多津駅に、瀬戸大橋線開業後は、四国最大の鉄道における、交通の要衝にまで発している。多戸津駅で土産線と分岐し、海岸寺から竹馬にかけては海沿いを走る。 この両駅の間には、毎年8月4.5日の津島神社、大祭期間中しか営業しない、臨時駅の津島の宮がある。拓馬から観音寺までは、内陸部を進み、香川、愛媛県境付近で再び海沿いに出る。愛媛県に入ると、川の江や伊予美島の静止、化学工場が海側に広がる。新居浜、伊予最上付近では、四国最大の工業地帯を北側に、 西日本最高峰の石槌山から続く山並みを南側に望むことができる。なお、伊予西条駅の2.3番ホーム上には、石槌山系の伏流水を引きるた、打ち抜きのモニュメントがある。伊予小松からは、精神する方が、松山市に近いが、予算線は、四国第五、県都以外では、四国最大の都市、今治、ちなみに、 今治駅の利用者数は愛媛県内で第二位であるを無視できず海岸線と並行するように期待と回り込む。その今治には島並海道の来島海峡大橋や今治城の模擬天守があるが市街地の向こうにありよく見えない。大西から大浦付近にかけては予算線連隔間で最も長く瀬戸内海に沿い視界が良好な日には広島県の島々まで見渡せる。 絶景区間が広がる。日本最古の道後温泉を要する四国最大の都市、松山は明治の廃人、正岡式に春や昔15万国の城下かなと謳われた城下町で駅の東側に松山城天守が標高132メートルの勝山山頂にそびえ、西側に西欧の古城の形をした松山総合公園展望台、標高131メートルが見える。 伊予市で、電隔間が終わり、その次の向井原では、急線、愛ある、伊予灘線と、新線が分かれる。愛ある、伊予灘線には、下灘役史など海に近い駅として知られる駅があり、海岸路線のイメージが強いが、伊予長浜で震度を南東に変えると、伊予オスまで肘川を遡る。一方、内湖を経由する新線には、四国最長の犬寄せトンネル、 長さ六千十二メートルを、はじめ多くのトンネルが開催し、山峡の風景はあまり広がらない。新旧両線が合流する、伊王須から、宇和島寄りに少し進み、肘川橋梁、長さ二百六十九メートル上に出ると、車窓には二千四年に再建された、大須城の木造復元天守が現れる。夜昼トンネル、長さ八百七十メートルを抜けると、 港町八幡浜へ向かう、下り坂の航路となるが、八幡浜駅を過ぎても海岸には沿わず、最大三十三パーミルの急勾配で、再び山中に分け入り、やがて国葬地帯の上盆地へと達する。内小伊勢では、この上盆地内の平坦で、直線区間が多いいいわき宇野町間だけ時速百二十キロメートル走行が可能である。下上から終点島駅まで一気に下る途中では、 リアス式海岸の風景が顔を出し、予算線のハイライトとなっている。宇和島城天守は、宇和島駅から徒歩15分ほどの標高80メートルの山頂にそびえている。多度津駅宇和島駅間は単線であることと、各駅の有効長が特急停車駅でも大半が8両であるため、予算線の輸送力は限界に来ている。ダイヤを見ればわかる通り、交換駅ではほとんど対比列車がある。 特急停車駅以外では有効長の短い駅が多いことと運転停車を減らす目的からダイヤ面で日中の特急列車の交換は極力、いよみ島駅、または川野駅、田土津駅で行うようにダイヤが編成されている。この北海予報上駅から今治駅の間と今治駅から伊予西城駅までの間の各1回、特急列車同士の行き違いが発生する。なお、 かつて特例として、団体輸送のためにキハ185系、潮風の5両編成を2組並結した10両、編成や1990年11月ダイヤ改正前に、2000系の松山運転所への車両の送り込みで6両、営業プラス4両改層の10両編成で、高松駅松山駅間を運転したことがある。以下の区間に、特急列車が通る。 松山駅、宇和島駅間の特急列車はすべて、内子駅経由で運転される。普通列車はむね関音寺駅、伊予西城駅、松山駅で運転系統が分かれており、各区間をまたがって運転される列車もあるが、高松駅、宇和島駅間の全線を通して運転される列車はない。ここ数年、長距離を運行する普通列車が増えてきており、 伊予西条駅高松駅間直通の快速三ポートや高松駅松山駅間 194km を5時間近くかけて走る列車も高松駅4時53分発の下り1本この区間のうち高松駅観音寺駅間を三ポート南風リレーとして運行する高松駅12時13分発と13時13分発の下り2本と松山駅発10時32分発の 上り一本が設定されている。瀬戸大橋線直通の本市連絡列車として、高松駅境出駅間に、快速、マリンライナー、宇多津駅観音寺駅、土産線琴平駅間には、岡山駅発着の列車、土産線直通列車として、前期の他高松駅多土津駅間にも、琴平駅発着の列車があり、予算線内の高松駅琴平駅、観音寺駅間、一部は、 伊予西条駅、松山駅発着には、快速、サンポートが運転されている。マリンライナーとサンポートは、同じ快速という種別でありながら、停車駅が異なり、前車は高松駅境で駅間は早朝、深夜を除き途中の駅には止まらない。このような運行形態のため、高松駅境で駅間には、日中時間帯1時間に3本の快速列車が運転されている。 さらに、2本の普通列車、特急、石槌1本、特急、四万と運転時間帯は2本あるため、通過列車が多い。愛媛県内の電閣間は、日中で1時間あたり1から2本、松山駅、伊予駅間においては、伊予長浜駅経由、内子駅経由の起動車列車がほぼ交互に、運転されており、1から2時間に1本の運転、2時間半ほど開く。 時間帯ありになっている。これらの多くは、松山駅や渡浜駅、宇和島駅間の運転である。松山駅、伊予市駅間は、1990年の電化後数年は昼間は、大半が電車での運転だったが、伊予市駅での乗り換えが嫌われたことと7000系電車は、松山駅多度津駅間で、重点的に運用する都合から、近年は、電車は、 自動車列車の隙間を埋める形での運転体系になり、伊予市駅を始発、終着とする自動車列車は3往復のみとなっている。かつては、高松駅松山駅間の電化区間においても、土産線、阿波池田駅発着の直通や出入庫の関係上、営業運転での自動車列車の運用も存在していた。八幡浜駅宇和島駅間では、 キハ三32系の33パーミル勾配の途半で、スリップして列車の運行に支障を来さないようにする対策として、某日の一往復を除いてキハ五54型を増結して走行している。高松駅関音寺駅間の2015年3月14日、改正ダイヤの日中の各区間における1時間あたりの平均的運転本数は以下の通り、 2014年7月26日より、四国発の本格的な観光列車、イオナダ物語が、松山駅用水駅、八幡浜駅間、IR、イオナダ線経由で運行されている。キハ47を改造した、キロ47の2両編成で、松山伊よ押す間1往復、松山八幡浜間1往復が、土、日宿日に設定されている。車内では、 愛媛産食材を使用した本格的な食事が提供されており、メニューは瓶ごとに異なる。2016年2月よりキハ54の内外層に、愛媛県のマスコットミキャン、愛媛県南予地域のマスコット及び名所が描かれたラッピング列車、お散歩南予列車名は一般公募により決定が運行されている。これは、 同年に開催される、愛媛癒しの南洋白2016に合わせて企画された、もので、車体は、みかん畑をイメージしたオレンジと緑のツートンカラー。運行区間は、予算線松山駅以南及び四土線、宇和島駅マイナス港川崎駅間。愛媛国体や、全国障害者スポーツ大会が開催される2017年までの2年間、普通列車やイベント時の臨時列車に使用される予定。 1998年、当時の伊予長浜駅長の発案により、キハ32系を使用して7月8月の、軽音階、夕焼けビール列車を、松山駅伊予長浜駅間で運転した。翌1999年からは、運転回数を増やし、車両も大型化してキハ54系を使用して運転。2001年よりキハ185系と、キクハ32型を使用して、 トロッコ列車化され、夕焼けビールトロッコ列車として運転されている。松山駅を発車後、IR、伊予な田線の海沿い区間で夕焼けを鑑賞しながら飲食をし、伊予長浜駅で折り返して、松山駅に戻る工程となっている。貨物列車は高松貨物ターミナル駅松山駅間で運行されている。コンテナ車のみで編成された高速貨物列車が、 高松貨物ターミナル駅、読島駅間に1日に、往復、高松貨物ターミナル駅に、新浜駅間に1日に、往復、高松貨物ターミナル駅、松山駅間に1日1、往復、高松貨物ターミナル駅、境で駅、岡山駅間に1日4往復設定されている。EF65 系電気機関車が、全区間で牽引するほか、EF210 系電気機関車が、 岡山駅高松貨物ターミナル駅、新居浜駅間で運用されている。予算線の貨物列車の発着がある駅は、高松貨物ターミナル駅、いよみ島駅、新居浜駅、松山駅。このほか、高松駅、多戸津駅が、新車の引き渡しのため貨物駅、臨時車扱いに設定されている。区間別平均通過人員、輸送密度、人、日は、以下の通り。 予算線は、トンネル断面、建築限界が小さいまま電化したため、トローリ線高さが 4250mm となっている。トローリ線とパンタグラフは、パンタグラフ折りたたみ同期に 250mm 以上の、隔離が必要のため、パンタグラフ折りたたみ高さが 4000mm 以上。中央本線の笹子トンネル等と同じの電車は、予算線高松側から最初のトンネルである、 美浦駅西側の鳥越トンネルを越えて、愛媛県に入ることができな。JR 四国所有のほとんどの電車、及び貨物列車牽引の EF65 系、EF210 系電気機関車、寝台特急、サンライズ瀬戸に使われる285系電車は、鳥越トンネル通過対策がなされているが、マリンライナー専用車の5000系は、223系が、 ベースでパンタグラフ折りたたみ高さが4000ミ、mm、リメートルを超えるため、鳥越トンネルを越えられない。突起ないものは JR 四国所有者。突起ないものは JR 四国所有者。過去の使用車両で1987年までに運行終了したものは国鉄所有者。1 2 1系、7 0 0 0系、キハ1 8 5系3 1 0 0番台。 三十二点五四型にはトイレが設置されていない。よって、これらのみで運用される予算以上上島間の普通列車はすべてトイレなしとなる。また、伊予市上島間では日中の列車はすべてオールロングシート車でもある。また、JR 四国は会社の方針で二両ワンマン運転を行わないため、二両編成でも後寄りの車両は回送車両として閉鎖される扉に この車両は、改装車両ですご乗車できません JR 四国と書かれた札が付けられる。予算線では、途中からワンマン運転になるケースもあり、その場合はどんなに混んでいようと改装車両となる、後部車両から、先頭車両へ移動させられる。佐ぬき鉄道により開業した高松田ど津、琴平間を、山陽鉄道による買収を経て、1906年に、 国有化しさぬき線とした。その後、多土津駅から川野駅、伊予西条駅までと順次延伸開業し、三分川駅まで開業した際に、三予線と解消された。その後、予算線、予算本線と名を改め1945年に、高松宇和島海が全通した。内伊予長浜伊予オ須スは軽便鉄道であった、愛媛線を 1067mm 期間に、 改めきして編入したもの、宇和島宇野町間は、宇和島線を編入したものである。支線であった田度津琴平館は後に、阿波池田まで延伸され、高知線とつながった際に、土産線として分離された。伊予市内湖宇和島間の殿下と高輪半島の、付け根を結ぶ伊予西条松山間の短絡線、建設、松山伊勢、内湖線のみ、の特急列車を、 時速 130km 運転できるようにすること、いよしせの特急列車停車駅以外の駅についても、ホームかさ上げが要望されている。特急列車の時速 130km 下の要望や、検討は、土産線や無二線でも見られる。こういった背景には、JR 加護に共用された松山自動車道、今治小松自動車道、宇和島道路や四国横断自動車道を走る。 高速バスと競合していること、八幡浜宇和島間でキハ三32型が、スリップや車輪転を頻発していることが挙げられる。なお、JR 四国の2009年度の事業に、新型特急機動車の設計に着手することが盛り込まれている。また、松山駅付近で2024年度完成を目指して、高架化事業が進行している。北井与駅いよよこ駅間に、 南伊予駅が2020年春に開業予定。駅ナンバリングは、幽霊2から1が付与される。全駅愛媛県内に所在。便宜上、内湖線の区間も合わせて記載する。全駅愛媛県内に所在。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。